はい、エンドアの生存者です。おお、はい、エンドアの、はい、エンドアの生存者。じゃあまず左側の CP いってみましょう。まず左側ですね。ゲーム開始直後はあそこから一気に敵がなだれるようにグワーってたくさん来るんで、まあディスラプターやらあのサーマルインプローダーやらあったらね、打ち込みましょう。こうやって、そして確保しますよね。確保するときはここから、ここと、あとここと、で上からも敵が撃ってきます。こことここから敵がやっていきやすいです。確保するときはね、この辺、この木をね、あのポイント使っ、よく使ってこう打ちながらですね。ここちょっと見づらいですけど、まあ、とにかくここにいれば安心できますかね。ここにいると ATST の攻撃受けやすいんで、まあ、ATST が来たら逃げていいでしょう。で逃げて ATST ぶっ壊れ、まあ、壊したりぶっ壊れたりしたら、まあ、向かうようにして、でまたここにね陣取ってって感じですかね。あとここにもう敵が多いです。ここはね結構分かりづらいんですよね。みんな結構よく無視しちゃうとこなんですけど、ここにも敵が多いんでね、ここに登ったりしてる敵多いです。じゃあ次は右側です。でこう来た時にまずここに敵がいます。でここにも敵がいます。でここにもいます。ここね、で こっちの敵を、この辺にもね敵多いんですよね。だからこの辺の敵を確認しつつ倒しつつ、こっちの様子を見てね、敵倒したら向かうと。でおすすめの覚悟ポイントはこの辺ですね。この辺、この木を中心に動くといいでしょう。でここに突っ立ってる敵いますね。で ATST の攻撃受けやすいんで、まあATST はね無視していいでしょう。ここはだいたい自分もあんま警戒してないから。でここからもう敵がやってきます。でここにこう敵がこうグイーンってくるんで、ね、こう登ってくる敵ですね。でも余裕があったらこの辺で立ち回ってもいいかなと。この辺のね木を中心に動いてもいいかなと。こうあっちから敵やってくるんで、まあ、この辺ねでもいいのかなと思います。やっぱり一番注意したいところはここですね。ここから敵が、まあ、見づらいですし、敵からしたらすごい撃ちやすいんですよね、上ね。だからこの辺ここ上注意しましょう。はい、あとあそこにも敵います。敵多いです。ここ確保してるときにパルスキャノンでね、あそこから撃ってくる、この辺から撃ってくる敵が多いので注意しましょう。第2ウェーブはATST がいないなら、まあ、左側でもいいですし、まあ、一番取りやすいのはやっぱり右側、もう洞窟内ですね。 ATST の攻撃を受ける心配はないですし、こっちが確保したらね大体は取れるかな。で右側ですね。右側 CP は、まあ、まずここにいます。普通にいます。ここはブラスターキャノン置いてる敵多いです。でたまにあそこに登ってる敵もいますし、ここから敵も来ます。じゃあ確保します。で確保するときにまず注意したいのが、実はこっちよりね、こっちから来る敵に注意したいんですよね。大体みんなねこの辺行きすぎてね、こっちの敵に警戒しやすいんですけど、こっちからも敵が来ます。あそこから敵バンバンって来るんで、大体仲間こっち見てたら自分こっち見ることで、仲間があっち見てたら自分こっち見ることっていう風にした方がいいですかね。この奥から敵がやってきます。なのであんま前に出すぎないで、前に出すぎると死にやすいんですよね。死にやすいですし、CP も取れません。なので CP を確保しつつ前から来る敵を撃つときはここにいること。そうすれば敵から見づらいです。ここはで自分からは撃ちやすい。ここからこう来た敵に撃ちやすい。2対1でも勝ちやすいです。でこうこの辺確保していくと、ここからも敵がやってくるので注意しましょう。はい、左側はまず ATST やられやすいです。ここから ATST いきます。で敵はここと、この辺ね、この辺とここと、あとここですかね。この辺にも敵がいるんで、確保するときはまあ自分はこの辺で取ってますね。この辺で取りながらあの辺の敵警戒して、まあここは大体あんま警戒しますけど、まあショットガンがあるんですぐ対応できるかなと。まあデッキにもよるんですが、まあ、この辺で確保して、まあ、ここら辺にいてもいいかな。 CP 確保できないんですけど、この辺で敵倒してから CP 確保に向かうって感じでもいいですね。この辺でいる敵、裏取りしようとしてる敵が多いですよ。
そうですね、大体あの余裕ができたらこの坂のあたりに上がって、こうあっちからも敵がいるんで、あっちの敵もね撃ったりできますかね。大体この辺の敵をクリアリングできたら少し上がってみて、この辺の敵であっちから ATSD も来ますし、もちろんね歩兵も来ます。で歩兵のリスポン位置は向こうです、この木の裏側ですね、リスポン位置あそこから来ます。で最終ウェブは一つしかないです。で ATSD も出るんで頑張りましょう。まあ、この辺にも最初のね数分はこの辺にも敵がいます。向こうの方にも敵がいます。でここから敵がたくさん来ます。でこの辺でねクリアリングしつつ向かうといいでしょう。ここにも敵が多いですね。敵のリスポン位置向こうです、あっちです。で確保するときもショットガンとかね持ってると便利かなと。ここから敵登ってきます。登ってきてね、でここからも敵が来ます。この洞窟から外さえ、この洞窟このね隙間からこう入ってきて、ここから来る敵多いです。で ATSD は向こうから来ます。向こうのねとこからやってくるんで出てきますね。だいたい確保するときは、まあ、この辺注意ですね。この辺敵がたくさん来るんで、この辺注意しながら確保するといいでしょう。この木を中心に動くといいでしょう。で敵が流れ込んできたりちょっと余裕がない場合はね、すぐ後ろに後退して、でこの木を中心に動くといいでしょう。そうすればこの木からは見えなかった、まあ、この辺ですね、この辺やら、あと あそこ、この辺の敵も狙います。で倒せたなと思ったら向かうことで、そしたら、まあ、この辺からも敵が来ますし、ここからもやってきます。たまに上にいます。で ATST は大体ね、あのこの直接ガーンって来やすいです。この辺歩いてます、ね、ATST 注意しましょう。でねサーマルとか投げたりしてドガーンとはい、